はい、どうもということで。もう始まる1分前なんですけど、遠山校長のチャンネルの方が気になっちゃって <laughs>、そっち今見ながら待機って感じですね。もう1分前ぐらいなんですけど、まあそっからまたカウントダウンはあるんで、あと2分程度は待ちにはなるんですけど、いやー、なんでこんな日に富山校長とカナダさんで生配信してるかね。持ってるよね。なんか引き寄せてるよね。 本当にね。ぼちぼち桜坂行きますね。そろそろチャンネルを切り替えとかないといけないのかな。どうなんだろう。ということでございまして、改めて、えー、今日はあ、あれですね。えー、桜坂4610枚目シングル、I want tomorrow to come の MV 解禁日ということで、私、はあのまだ、えー、曲も聴いてません。ということで、はい、曲も聴けてないんですよ。 だからどうなることやらってとこなんです。なんかお話によるとかなりこう攻めた感じになってそうでねどうなるんですかね。曲はすごいっていうのはなんか SNS でまあでも皆さんすごいねちゃんとセーブして情報が漏れないようにしてくださってるのがまあでも歌詞とかがちょっと載ってて急いででやりましたけど。 さあどうなるんでしょう。22時。なりました。はい、cm が始まりました。まだしばらくは待ちですね。はいはい。いやあ、でも10枚目ね。センターまさかの2連ちゃんの、えー、山下さんというところもありますんで。えー、どうなるのか？ねー。 はいもう1分じゃんいやードキドキしておりますけれどもなんかいろんなところでいろんな情報が今錯綜している状態ということでリビングからも音が聞こえてるし <laughs> はいねえー、とりあえず リアクションをしっかりとろうこれが今日の目的でございますんでよろしくお願いいたしますいやどんな風なんでしょう楽しみ半分不安半分そんな感じでございます30秒切りました 何の情報ももうねフォーメーションしか分かってないですからねはいドキドキという感じでございますさあいきます1098765秒前43219あしーちゃんの手だったんだオープニングお 字幕が英語になっているこれ SD? おお <laughs> そうなるのね <laughs> うわやってきたねう 何今のうわすごいこれいやこれやばいうわー うわ何これすごいすごい何これいやすごいないやーこれうわすごい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 これは面白いやばい すごい難しいねこの曲でもうわこれは面白いです うわー何ここなんかどっかの曲にありそうにゃううわそう思っていくの やっぱ鳥肌が出るわがやばいやばいやばいえぐいことしよったな本当に。 すごい。なんだこれ。<laughs> なんだこれ。<laughs> いや、うん、ちょっと待ってね。ちょっと <laughs>、ちょっと整理させてください。これちょっと特殊すぎるね。えー、何から話しましょう。あのー、正直、その、 MV としての,そのクオリティとかそういうどことかよりもまず楽曲ねあの噂には聞いてたんですあの作曲がナスカだっていうことはナスカ詰め合わせセットじゃんこれもいやこれちょっとねレベルがすごいことになりましたねこれ曲がまず何ていうの 大きく3つぐらいあんのかなブロックが。なんかこう,もう最初のこのピアノのところとかなんかもうねえほクラシックみたいなねうんところでスタートしてますけどなんかこの雰囲気さあのひらがなの「今に見ている」とか「あの それでも歩いてるとかあの辺の感じがする、うん、で今回のやっぱりミュージックビデオとしては面白いのがやっぱりあのそのこの光の使い方とカメラの使い方本当に新しい感じになってますねこっからがね急にもうなんか この定点で見せるのうまいなこれすごいよなどういう取り方してんだろうなあれいやーこの逆光なんだけどっていうのもいいねうわこの爪爪の歌詞とかもいいし いやーこのあいりちゃんの目とかもすごいよねいやこれショートバージョンどうするのかがすっごい気になりますねテレビサイズにしようとした時にでもこの辺のこのサビのとこのまつりちゃんの声とかもいいよねやっぱちゃんと生きる生きどころがあるというか でもなんだろうしーちゃんらしいダンスかって言われると決してそれだけじゃないよね今回のはねここいいよなかりんちゃんとてんちゃんうわいやかりんちゃんかっけえなてんちゃんもでここねこの光のね いやうまいですねこれはいろ,いろちょっと研究しないといけないですね映像の勉強もまた改めてこれどうやったのかなフラッシュでやったのかな気になりますけどね多分フラッシュだと思うんだけどな いや,やっぱすごい今回のこの楽曲の雰囲気ももうこれまでの,の J−POP の概念を一回捨てたりとかすごいチャレンジしてる映像もすごくチャレンジ的だと思いますそういう意味で言うとそもそもが4対3でこの映像を作るっていうのもうんこの辺とか黒い羊の終わりかなと思うもんこのラッサビ前とかうんラッサビ前って言っていいのかなどうなんだろう いやこれフォーメーションダンスになったらまた違って見えるでしょうねいや顔面偏差値の高さがこのラストの塔で生きてんだよないやすごいチャレンジしたなあでこ,ここでまた変わるんだよな局曲調が。 いやこれなんかの本当テーマ曲にしてほしいわ。素晴らしい MV。いや、リアクションも何もないわ、これ。この後生配信行きますけれども。いや、もうこれは、うん、あの、たくさん見たくなる MV。間違いないですね。それに関してはね。はい。ぜひ皆さんもたくさん見ましょう。ということで今日はこの辺で。多分動画は明日の朝出てんだろうな。バイバイ。